ブローユアカバーのナンバーアイはセクシーで悲しくゆっくりで力強くそして時には優しい岸くんの声もすごく綺麗だしジンくんの色っぽい表情とシウくんの繊細なダンスにみんな痺れますナンバーアイは4月1日の午後6時30分から放送された TBS 系の音楽特番 CDTV ライブライブ4時間30分スペシャルに初登場しました 彼らはデビューシングル、ゴートと新曲、ブロイワカバーを披露し、SNS 上で大きな反響を呼びました。この特番は4時間30分という特別な長さであり、ナンバー、アイがゴートのミュージックビデオに登場したカートを使用したパフォーマンスを披露しました。カートに乗った3人は仲睦つまじい姿を見せたかと思えば、カートを降りてクールなダンスを披露し、1曲の中で異なる側面を見せました。SNS 上では、 この演出が大きな注目を集め、ナンバー・アイの人気の高さを証明しました。その後、ナンバー・アイは4月12日に 2ND デジタルシングルとしてリリースされる新曲、ブローイワカバーをテレビ初披露しました。この曲は、ゴートとは異なる魅力を持ち、スモークよりも細かい粒子であるミストレーザーを使用し、時間の経過を演出しました。3人のセクシーな表情、レードバックした歌声、流動的なダンスは、 視聴者を魅了しました。SNS 上では、ブロウユアカバーのテレビ初披露に関して、ゴートとのギャップがすごい、切ないけど美しい、ダンスもより一層洗練されていて、見ていて心地よかったという声が多く見られました。ブロウユアカバーは、繊細な動きのダンスと本格的な歌唱で魅了する大人の曲です。岸く君の声量や紫輝君の安定した回転、ジン君の柔らかな歌声は、ゴートとは異なる一面を見せ、 聴衆に夜が明ける余韻を感じさせます。このようなナンバー、愛の成長について多くのファンが感動しています。彼らの今後の活躍が楽しみであり、ますます多くの新たな魅力が発見されることを期待しています。このようなアーティストの成長と進化について、どのようなご意見がありますか彼らの未来について、どのような期待を抱いていますかナンバー、愛の新曲、ブローイワタバーがテレビ初披露され、 そのパフォーマンスは視聴者の心をわしづかみにしました。以前のゴートとは異なる雰囲気を持ち、彼らの成長と変化が見て取れました。彼らの最新曲に対する反応は非常にポジティブであり、その理由は様々です。まず、番組でのパフォーマンスは彼らの前衛的なアプローチを示しています。彼らは常に進化し、新しいアイデアを追求することで知られています。新曲、ブロイワカバーのパフォーマンスでは、 彼らは煙よりも細かい粒子のミストレーザーを使用して時間の経過を表現しました。この技術的な進歩は彼らが常に新しい方法で観客を魅了するために前進し続けていることを示しています。また、パフォーマンスの中で彼らはギャップを見せました。可愛らしい姿からクールなダンスへの急な切り替えは彼らの多彩さとパフォーマンスの幅広さを示しています。 視聴者はこのギャップに驚き、その印象に圧倒されました。このようなパフォーマンスのデザインは、彼らが常に新しい方法で自分たちを表現し、観客を驚かせることを目指していることを示しています。さらに、ブローイワカバーの歌唱とダンスは感情豊か,かであり、視聴者に深い感動を与えました。キシ君の力強い歌声や紫輝くんのしっかりとした回転、ジン君の柔らかな表現は、 彼らの成長と進化を示しています。この曲は彼らがこれまでにない大人の魅力を放つ一曲であり、その感動的なパフォーマンスは視聴者の心に強く訴えました。しかし、一方で、新曲のパフォーマンスに対する反応は賛否両論でした。一部の視聴者は彼らの成長と変化を高く評価し、新しいアプローチを称賛しました。 しかし、他の人々は、以前の作品との違いに戸惑いを感じ、彼らがどの方向に進んでいるのかについて疑問を投げかけました。これは、ファンの間で議論を呼び起こし、彼らの進化に対する意見の相違を示しています。総括すると、ナンバー、愛の新曲、ブローイワカバーのテレビ初披露は、彼らの成長と変化を示す素晴らしい機会でした。彼らの前衛的なアプローチや感情豊かなパフォーマンスは、 視聴者に強い印象を残しました。しかし、その一方で、新しいアプローチに対する反応は分かれ、ファンの間で議論を呼び起こしました。彼らは常に新しい方法で自分たちを表現し、観客を驚かせ続けることを目指しているようですが、その過程で挑戦に直面しています。最後に、ナンバー、愛の今後の活動に対する期待は高まっています。彼らはどのような新しい挑戦に取り組み、 どのように成長していくのでしょうかファンとして彼らの今後の活動に期待しています。